ずこんな SNS 投稿がありました。エスカレーター歩いている人を見つけては怒鳴りつけ、非常停止をしてしまう。自分も怒鳴られたが、久々に駅で恐怖体験した。これ迷惑すぎんだろ。その映像がこちら。うわわ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 、やばやばやば。これいろんな意味でやば。ネットの声がこちら。俺がこんなことされたらぶん殴っちまうな。典型的正義マンやないか。こういうおじさんのおかげでエスカレーター事故が起きずに済んでるのです。何にせよこの叫び方は常人ではないな。エレベーター歩くやつより危険に感じる。まあこの人間違ってないんですけどね、エスカレーターって結構危険で、調べたら2年で1500件ぐらい事故が起こっているので、その立ち止まって利用するのが正しい使い方。エスカレーターのメーカーさんもこの立ち止まって使うものであって、こう歩いてこう歩行しながら使うものじゃないっていう、そういう風にそもそも作ってないっていうね。名古屋市もですね、去年だったと思うんですけど、そのエスカレーター歩いちゃダメって条例が初めてできて、それがそろそろ1年経つので、そのいろんな呼びかけだとか運動みたいなキャンペーンみたいなのがあったんでしょうね。でそれでおじさんもいても立ってもいられなくなったっていう。前どっかの動画で言いましたけど、条例って悪事を取り締まるためにあるわけでもなくて、そういうやつもあるんですよ。ただ自治体とかがその模範となる市民の姿、あるべき姿を示すためにこういう条例を作ることがあるんですよ。エスカレーターを歩くことは許さん、取り締まるぞみたいな、そういう条例じゃなくて、エスカレーターを立ち止まって利用することを推奨するための条例なのね。だからこういう条例には罰則がないんですよね。そりゃそうですよね。一般的にはまだまだエスカレーター片方を開けてね、急いでる人は歩いて通行しているっていうのは普通に見る光景じゃないですか。エスカレーターを塞いでるカップルがですね、いたならば僕なんかはイライラしちゃうんですけど、それカップルだからだろ、ほっとけよ。それは急ぐ人のために片側を開けるべきだっていう、その人なりの常識があるからですよね。でもその常識はおかしいんですよと、正しくは立ち止まって使うもんなんですよっていう風に広く伝えるためにこういう条例がある。だからネットの声、僕意外だったのが、結構このおじさんじゃなくて歩いてる人が悪い、自己責任だろう、怒鳴られるのもしょうがないじゃないかみたいな意見があったんですけど、エスカレーター歩くということはこのおじさんの怒鳴りつけるという行為を正当化するほどの悪事でもないと思うんですけどね。緊急停止ボタンを押してしまうなんて、それはさすがにやりすぎだと思うんですよ。緊急停止ボタンを押されてエスカレーターガンって止まって、で転んだ人がいたらおじさんさすがに怒られちゃうと思うし、こういうおじさんの頭の中、僕すごく興味があるんですよね。いろいろ考えてみました。権威主義的パーソナリティ、規則だとか上からの指示っていうのはめちゃくちゃ重視して、その自分の考えを他人にも強要するのが権威主義的パーソナリティね。こういう人って秩序の乱れだとか規則を守らないことに関して強烈な苛立ちを感じてしまう。そんで攻撃的な行動に出てしまうわけだ。低い自己効力感。自己効力感、このチャンネルでも何度もご紹介してるんですけども、この場所で自分はやれてると感じる自信のことね。それが極端に低いんじゃないかと、怒鳴ることで自分の存在感だとか影響力を社会にアピールしてると。街中でこう女性にガンとわざとぶつかりおじさんっているじゃないですか。あれもこのパターンだと思うんですよね。そのあまりにも女性と触れ合う接点がないので、そんな自分にできることは女性とぶつかることしかないっていう、ある意味悲しいパターンね。フラストレーション攻撃仮説。なんかの攻撃的な行動には必ずその裏に欲求不満があって、なので欲求不満が溜まってくると人間は攻撃的なことをしてしまうんだぜっていうのがフラストレーション攻撃仮説。日常生活のイライラだとか不満みたいなものがエスカレーターを歩いている人を見た時に爆発することがある。だから歩いている人にその怒りをってぶつけたんじゃなくて、もともとなんかイライラみたいなものがあって、そのイライラをそのエスカレーター歩いている人に発散したっていうパターン。通行人にイライラを投影したというかね。だからね、なんかあったんですよ、あの人。少年期の心理的課題。エリクソンの発達段階ってですね、心理学に割と有名なやつなんですけども、その人間の人生のね、いろんな世代あるじゃないですか。若者とかおじいさんとかおっさんとか、それぞれの世代の持つ、人生の課題みたいなものを示したやつがあって、例えば10代の人は自分って何者なんだとか、自分はどの道に進むべきなんだとか、そういうことをいろいろ悩みがちじゃないですか。そんな感じに生涯を8つに分けて、それぞれの世代の悩みとかね、課題を示したものがエリクソンの発達段階。そしてですね、このおじさんの世代ですね、その少年期っていうですね、その中年のあるあるのテーマとして、次世代への貢献だとか、社会への役割を自分は果たしているのかっていう、そういった悩みがある。悩みというかテーマだよね。それを果たしていないと感じられた時に、おっさんは攻撃的な行動に出ることがある。つまり怒鳴りつけおじさんはですね、その自分の社会的な役割だとか、その社会への貢献に不満があると、そういうふうに感じていると思います。
そして結果として社会への不満だとか自分の無力感みたいなものが攻撃行動に出てしまっている。規則を守んない他人にこう強く反応するっていうのはその攻撃性なのかもしれない。エスカレーターのルールっていうちっちゃいその秩序にですねこだわることで自分の影響力だとか存在意義みたいなものを確認したいんだと思うんですよね。ネタを提供してくれたおじさんには感謝しかないけどな。ということで怒鳴りつけおじさんの頭の中を考えてみました。まあおじさんにもいろいろあるんだなっていうふうに考えると、まあいろいろ許せてきますよね。よく前も言ったかもしれないですけど、集まり物の映画とかドラマとかで、そのキャラクターね、自分の仲間のキャラクターだとか、もしくは敵キャラクターとか、そういう登場人物の裏側をバックストーリーで見せていくみたいな演出あるじゃないですか。ああいうの僕大好きなんですよ。こういう過去があったんだとか、あ、そういうものを背負って生きてきたんだとか、よりそのキャラクターに、こう親近感湧くじゃないですか。だからですね、会社で嫌な上司とかがいたならばですね、そいつのこう悲しい人生をですね、いろいろ想像してみるといいと思うんですよ。周りに嫌なことばっかり言い続けた悲しい人生なんだろうなとか、残念な人生なんだなっていうふうに考えると、なんかかわいそうになってきてですね、僕許せてしまうんですよ。それ単なる想像じゃないかって思う人もいるかもしれないですけど、こういうのね、大体当たってます。その人のね、これまでの人生ずっとクソ野郎だったことには間違いないというか、逆に以前はいい人だったっていう風に考えられないんだったらそうなんでしょう。遅刻癖のある人だとか、うっかりなんかミスばっかりする人だとか、いつも偉そうにしてる人とか、そういう人はですね、別に許容しなくていいですよ。でも一回考えてみるといいんですよ。そしたら感情的じゃないですね、そいつらに対するいい付き合い方というかですね、そういうのが見えてくると思うんですよね。皆さんのご意見とかもコメント欄とか TwitterX で教えてください。この APTV ではできるやつの考え方、テクニックを休み休みご紹介しています。他の動画もぜひともご覧になってみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。